こんにちは、春風ツアーです。今回は秋田空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は9月です。秋田空港を11時15分に出発いたしますと、ホワイトホースへは同日の13時45分に到着いたします。直行便は運航しておりませんので、羽田空港到着後成田空港まで移動していただいて、成田空港からのご出発となります。成田出発後はカナダのバンクーバーに到着いたします。ここで航空機を乗り換えてホワイトホースへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。9月というシーズンはお休みもあってご予約が混み合ってまいります。ご旅行の計画やご予約はお早めにされることをお勧めいたします。ホワイトホースでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の秋田空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。